はい、ではこんにちは、よしこでございます。長澤くんです。藤木くん、君はやっぱり必要だ。豚で生姜切って作るんですけれども、やっぱりね、鶏胸肉で生姜焼きを作ります。脂身とかが気になる方いるとは思いますし、で、鶏胸肉の方が手に入れやすいということで、鶏胸肉でやっていこうかなと思います。まあその際にね、ちょっとね、味付けも考えながらやっていこうかなと。まあ考えるっていうかね、この鶏胸肉を生姜焼きで美味しく食べる方法でやっていきます。僕のチャンネルは基本的にはもうヘルシーに料理を作って食べていこうというのをやっていますので、よろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしく頼む。はい、じゃあ頭と芯を切っといてと。で、横をちょんちょんちょんと。で、もうめんどくさいんでペティナイフで切っていきましょうか。ただ切る大きさはね、そんなね、めっちゃ太いわけでもないし細いわけでもない程度、多少の歯ごたえ欲しいので、それぐらいは残しておきます。薄切りよりちょっと太め。玉ねぎのね、コリコリ食感好きなので、まあ、これぐらいですね。はい、じゃあ次なんですけど、鶏胸肉。鶏胸肉はしっかりと、この皮はね、絶対外してくださいね。これがね、もうほぼほぼ脂質なんですよ。で、周りについてる脂質も取り除いてください。できるだけね。たまにびっしりついてる時があるんで。それで次はね、反り切りにしときます。こうやって。面積広くするためです。はい、 OK、 そぎ切りができました。あとはね、硬くなりすぎないように一回広げてから、そうするとね、しっかり柔らかくなりますから。うい、 OK です。はこの鶏胸肉なんですけれども、一回とろみ醤油組んでコーティングします。しっとり感を出すためにね。そのまま焼くと、それもそれでいいんですけれども、まあ使う量でいうと 5g あるかなってぐらい。はい、 OK。 じゃあ次はね、タレを作っていきましょうか。まず大さじ2杯の醤油、あとは焼酎、これは大さじ1杯ぐらいにしといて、次はパルスイート大さじ1で、大さじもう1杯入れときましょうか。これは大さじ2杯。はい、ではあとは生姜、おろし生姜を、まあ、大体 5g ぐらい入れときましょうか。あとはしっかり混ぜておきます。いい感じですね。もう生姜の匂いが美味しそう。じゃあ炒めて焼いていきましょう。はっ、はい、では火をつけてと。はい、では油でコーティングします。僕はごま油好きなので、ごま油でコーティング。油取りすぎてもあれなので、こうやって表面拭う程度にコーティングしといてください。じゃあ、あとはしっかり焼いていきます。で、この時点で軽くだけ塩をパラパラーっと。で、片面が焼けて、こうやってひっくり返すじゃないですか。で、ひっくり返し終わった時ぐらいでいいです。あ、ちなみに火は中火ぐらいにしといて、玉ねぎ投入で、ぼちぼちいいぐらいなんで、もうざっと炒めていきます。はい、ではこのタレを投入します。しっかり絡めていきます。ちょっと軽く煮詰める程度には炒めといてと。で、一気に強火。お酒入ってるんで、しっかりとその酒のアルコールは飛ばすような感じで炒めて。で、こんなもんかな。はい、ではしっかり絡んだところで火を止めて、これを盛り付けます。はい、ではいただきます。はい、では終わりました。いただきます。食べよう。ちなみにこれオートミールを水入れて電子レンジでチンしたご飯です。そう、ご飯です。まずは
キャベツから。あ、うん、うまいけどドレッシング忘れた。よいしょ。はい、キューピーのノンオイルドレッシングです。やっぱりね、ノンオイルのドレッシングを使わないと。基本的にはキャベツから食べていくような形で。あ、ちなみにキャベツはね、もう自分の好きな分だけ入れてるんで、分量にはね、ちょっと入れないようにしときますね。皆さん、レタスの方をつけたりすることもあるでしょうし。うん、うまっ。ではこれ、生姜最高ですね。最高。うん、うまい。表面に片栗粉つけてるのでしっとり感が本当にすごい。うん、うん、あー、オートミールうまっ。うまいから黙ってまう。うん、最高。最後の一枚。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。見てください、これ。段ボールの中にこうやってね、布団というか、まあ敷物敷いてね、置いたんですよ。入るかなと思って。入らんかい。はい、では、以上となります。今日はね、鶏肉、鶏むね肉、生姜焼きやっていきました。あの、豚とはまた全然違った美味しさができます。あの、豚の生姜焼きって結構皆さん想像はつくんですけれども、味の想像はね、鶏肉で本当にやってください。それはそれでね、めちゃくちゃ美味しいものが出来上がります。やっぱり鶏肉と豚肉で味が違いますからね。もうヘルシーとかそういうのも抜きにして、単にね、なんか味が美味しいからやってほしいっていうのがあります。これね、あの、人によってはね、豚肉よりも鶏肉の方が美味しいんじゃないかって感じるような、そんな味です。で、あんな感じでちょっとね、しっとり加減つけるんだったら、やっぱり片栗粉はまぶした方がいいかなっていうのがあります。ちょっと糖質は入りますけれども、そんな大した糖質ではないので、全然やってもらっていいかなと思います。はい、では以上となりますので、また次回お会いしましょう。バイバーイ。はい、バイバイ。ちょんちょん。